やるのこれ。当たり前だ、お前金欲しいだろ。欲しいけどさ。いいか、この店がな、閉まった時にやるんだ。あ、この店が閉まった時だ。閉まった時、早く閉まんねえかな。おい、この店が閉まった時だ。で、うん、この店いつだったら閉まんだろうね。大丈夫だ、もうすぐ閉まる。その時にやるんだ。ね、よし、見てろ、今に見てろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。説明してもらおうか。どういうことなのか。どういうことだって。ヘラヘラ言ってんじゃねえよ、正直に言いな。何バカなことやってんのよ、こんなとこまでついてきて。バカなことって、私たちユキコのこと心配してきたんでしょ。何が心配なんだ。だってまだね、怪我だってなってないし。ずいぶん友達思うじゃないか。それは。なんだ、何が不満なんだ。私たちが何のために来たのか全然分かってないじゃない。だからさっき言っただろう。何やってんだ。どういうことなのか説明してくれって言ってんだろう。答えられないみたいだな。まあいいか。こんな命ないからな。分かったか。大丈夫ですか、石野さん。ごめん、何やってたんだよ。洋服着替えてきたんですよ。なんで洋服着替えてんだよ、こんな時に。お前さっきまで殴られたじゃないかよ。どうしたの。ひどい。大丈夫ですか。いや、大したことないですよ。こんな痛ぇ。大丈夫。いや、見せて。大したことできないと思うけど、手当てしてあげる。え、大丈夫ですよ。もうフラフラしてんねん、お前はバカ野郎。大丈夫よ。これでも私、看護婦の卵なんだから。うわぁ、看護婦の卵なの。あ、じゃあさ、すぐそこのとこ、僕のとこだから、よかったら、治療してもらおうかな。いいですよ。この辺も血出てんだ。中の方も。ちょっとそこはダメです。ダメなの。はい。でも
もとりあえずこういう気になるな俺。あ、ね、ここは治ります。すぐそこだから。はい、本当に、はい、よかったらさ、昔さ俺たちが出てたさビデオ見せようか。結構笑えるんだ。あとね、石山さん。なんだよ、ともみさんたちどうすんですか。なこと言ったってお前とりあえずもなしだよ。とりあえず女に殴られてるし、お前は衣装を変えてきちゃってるしな。視聴者の人が思うだろ、あ、なんで先週まで石橋くんと一緒に殴られてたのに急にブレイブインしてきたら色がピンクのシャツになってた。それじゃお前ドラマ剣ってものを感じさせねえんだよな。ドラマ剣明日まで辞書で調べとけば。本当にね、痛いの。歩けよ、お前は。歩けねえのか。なあ、どうなんだよ。歩けますよ。どうなんだよ、お前は。傷口。どうなんだよ。歩けますよ。歩けないのどっちなんだよ。歩けない。だってしょうがない、ほら。優しいんですね、石山さんって。え？女の人がいるといつでも優しいだろう。ダメダメ、ほらほら、ボリ狂ったらダメ。私が頼んだのよ、コンパニオン。てめえの体に聞いても仕方ないんだよ。私が頼んだ。何すんのこの人、コンパニオンやりたいって私が頼んだのよ。何よその目は。私がコンパニオンやっちゃいけないっていうの。当たり前だろお前、気持ちの悪いこと言うんじゃねえよ。まあひどい、分かった。この子たちより綺麗だからでしょ。そだから、もう全くおしゃれ。ちょっと、こら、どういう意味よ、それは。どういう意味よ。あいにくな、うちの客にはそっちの趣味の旦那ってのはいねえんだよ。そっちの趣味って、私女よ、身も心もね。いじる。なーにって。ふざけんじゃねえよ。ひどい、やめよ、てめえ。キスしたいのね。早く逃げなさい、今よ。待て、こんなよ。ほら、気をつけろ。あー、やっぱり痛い。汗我慢ばっかりするから。なんだよ、これは。いや、別に。何や、別にいいね。お前、ヘラヘラしてんじゃねえよ、お前、いつも。ああ、や、ああ。結構来てるだろ。大変だ、これ。あ、これ、これをこう貼っちゃうわけだ。こういう風に、こう貼るんだ。な？こういう風に貼って、お前に前田こう前田こうですか。こう前田こう前ガタ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 騒ぐだよ、傷に響くからよ。どうしてんの、どうしてんの。どうしたの、さっき。どうしたの、などうしたの。ちょっとやられたんだよ。やられちゃったの。なんだとね。なんだよおめえ、その格好は汚い格好してな。ひどい。いや確かに汚いわね、ほんと汚いよね。ひどい、なんでそれ言い方にすんの。そんなひどい方にいいじゃない、別に。被害者した方がいいんじゃないかしら。そうだよ、着替えてこいよおめえ。分かったわよ、着替えてくれ。いいんでしょ、ブスかピースか。まったく本当にブスかピースかなんで。はい、終わり。あ、ありがとう。よかったらミカ、岸田ミカ。あ、ミカちゃんって言うんだ。そっか、でもなあ、薬毎日取り替えて。あ、そうそうそう、ここが私の実習先の病院だから。じゃあここに電話すればいるの、ミカちゃん。ええ、じゃあお大事に。必ず電話するね。何時、11時ぐらいまで大丈夫。はい、ね、お父さんが電話かかってきてさ。で、どんな友達なんですか。かなんか言われてさ。いや、どんな友達って言われても困るんですから。とりあえずうちにはその子はいません。ガチャなんてあるのよ。なんで焼かないでよ、それやって。チャラ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 してんの。なに、ほんとに石山くんは。おめえがだって。あ、一時期俺のこと好きだとか言ってきたから。なあ、プラチナあれだからダメですよ。なに、お前のことみんな何つってか知ってる。知らない。
フラチナ悪行三昧。何それ何それ知らないの。フラチナポポ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 スタート。フラチナ悪行三昧知らない。三つ中国3000年の歴史中華三昧なんてな。知らない。知らない。マダムヤンマダムヤン。何言ってんの。ブツ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 マダムヤンとかあんたよ。ほんとにそうだよ。全く誰なんだよ今そのあいつってのは。教えない。なんで君かな。誰いいじゃねえの。そうやってね、いつも人の気持ちを考えね。人の気持ちを全然考えないんだあいつは。行こう。どういうこと。ちょっと気持ちくん私も行くから。ともみさん、何なの。なんで一体全体ともみさん木本さんと一緒に行っちゃうんですか。え、気になるのか。気になるなら行けよ。どこ行くよ。お前雨降ってるかもしれないからな。外気をつけろよ。傘持ってけよ。行き場所はどこですか。多分あいつのことだから西麻布かな。おお、雨の西麻布ですか。うまい。コンペイちゃんに一番やっとくれ。マンボウ。こんばんは、石橋です。こんばんは、木梨です。トンネルズです。この曲をいただいて初めて演歌を殺しました。この曲にかけてます。二人の西朝そして女は濡れたまま、で男は背中を抱いた。ぬるいぬるい一目一目、震える瞳が小さく恨んでた。涙を拭きよ、よして慰め。愛の終わり胸の痛み、雨の西麻布。だから女はうつむいて、だから男は無口になった。バカなバカな俺さ車のライトが悲しいね。二人を照らすだ。全国の銭湯をキャンペーンで回っています。肌と肌の触れ合いを大切にしています。この曲にかけています。紅白も狙います。後ろ向くなよ、そうね辛いわ。愛の出口募る想い、雨の西麻布。そして女は一人きり、そして男は弱虫毛虫。嘘の松さ危ない心の綱渡り、大人の物語。本当に？ユキコが足を引っ掛けて、ね、まずいんじゃないかな、もしあの時見られたりしてたら。木本君。とにかく私は行ってきます。あの腕に自信があるから任せてて、何かあったらぶっ飛ばして。ちょっとまずいよね、一人じゃ。リエちゃん、ここんとこにちょっとこういう風にするだけだから。なーに。いいじゃない。なーに言ってんの。痛い。それだから痛い。ちょっと膝痛い。本当に。なんそれどころじゃないんだから。何よ。木本君がまた行っちゃったのよ事務所。何かあいつ。本当バカじゃねえの。じゃあ俺たちもすぐ行かないと。違うんだって、ユキコがね、私たちのこと助けてくれたのよ。だから俺たちもすぐ行かないと。何考えてんだよ。したらお前らまた殴られるよ、こういう風に。で、ほっとくの、石山くん。え、
誰もそんなこと言ってないでしょ。あゆらです。石山くん黙ってろよ。お前は早く行きましょうよ。北京ダックよし、待った、道具集めてきてくれ。道具を、道具、敵の事務所に乗り込むためには道具が必要だ。道具を集めてきてくれ、頼むよ。あや、リトルジョン、ガーフィン、ガーフィン行こう。雨の2曲も歌うわけねえよ。何、道具って分かってるし。ええ、任せて。何、本当に。じゃあ入っちゃうよ。おい、なんだお前。なんだユキコどこだよ。なんだおめえ、さっきの、あれさっきのユキコどこだったんだてめえ。なんだよてめえ、この野郎。やんならよせよ。やんならこっち来てやろうぜ。ああ、戻ってきたぞ一人。誰？君、悪いのが相手になってるそうだ。どうする？必要ないんじゃない？いいのか？おい、暇つぶしになってよかったじゃない。遊んでくれば。そうか、ご自由に。ああ、お前らに頼んだ俺が悪かった。なんで行けないの？俺行ってみましょうか。なんで、なんでリーちゃんいけない？当たり前じゃないかよ、お前。トップ。いけない？トップじゃねえよな。高速パワーのトップ。なんだ今のは。だってお前、もういいよお前ら帰って。なんで？なんでよ。あなたあるでしょ？8個あります。8個あった。もういいよ。私たちも行くって。行くって。いいんだよお前ら。いたってどうせ。足でまとい、なんかね、足でまといなんだよ。ひどいじゃない、あまりに。昨夜一人きりで決めました。みんな、信用できないのか？わかった。リエさんとともみさんがいると危ないんですよ。わかった。な。じゃあ、わかった。任せるからね。任せなさい、ポン！頑張るよ。なんかあったら、でも絶対電話とかしてね。わかったよ、電話する。じゃあ、これ置いてくから。うん。頑張ってね。おう。行こう。こんなもん買ってこいってお前が言ったんか。いやー、こんなものまでありますよ。ユキコ、おい、ユキコ、なんだよお前、どこやったんだよ。いくら呼んでも出てきやしねえよ。どこやったんだよ。なんとか言えよお前。おもちゃにしろっつってたぞ。え、仲間が来るの、おとなしく待ってんだな。バッグ、いいこのやつ。私たちが捕まってもさ、ああいうふうに言って助けに来てくれるのかね。本気なんだね、キムト君。羨ましい。うん、悔しいだね、ちょっとね。はい、私。ユキコ、ユキコ、なんで止めなかったの？え、みんなまた捕まっちゃったよ、キムト君。だってキムト君助けに行ったのよ。余計なことばっかりして。ちょっと、余計なこと、本当にそう思ってんの？当たり前でしょ。みんな揃って大バカだね。はーい、ちょっと、いいんじゃないの、あのくらいしなきゃ分かんないもの。はあ、気分がスカッとしたね。この気分でいっこ、やろやろ。こんばんは、私が佐伯智美です。こんばんは、島奈美です。ですね、この間からね、動物です、ね、先週言ったんだよね。なりますタンテージムのトラブル単位になるんですけども、はい、来るは、すごいな、音がする。来るは来るは来るはがきの山、ご覧ください。1週間ですよ、これが。1週間ところで ね、はい、女の子がちょっと少ない。あとね、こういうのはちょっと困るんですよ。江戸川区のね、野崎ひろみちゃん、
はい、やっぱりね、ちゃんと素顔でね、顔を見せてくれないとね、顔がわからないんですよ、顔がわからないとダメですね、うん、あの、ほとんど顔で選んでるみたいなことですからね、だから女の子もどん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 あの、ね、女の子少ないから、うん、まだまだ男の子もなんかね、面白いのありましたけどね、まあいろいろありますね、楽しいです ね、見てると、みんな飽きないね、写真があるからね、気に入って飽きない、みんな、ちょっと勘違いしてる人も中にいますね、なんかいきなり怖い、こういうのがあったね、さっきね、これは何なんですかね、ねえ、こういうのがあってもダメなんじゃないかなと思います、やっぱり普通にこう、ジャキッかなんかしてるのでね、はい、じゃあもう一回手先やってみましょう。はい、郵便番号106、東京都港区六本木、テレビ朝日トライアングルブルー、ラビマス探偵事務所、あれなんだっけ、トラブル探偵大募集、どんどんお送りしてくださいね、お待ちしております。それでは、また来週。あれ、あれ、大丈夫、お前、ちょっと早く早く早く、お前何して来たんだよ。え、何しに来たんだよ。いいから、早くしないと。いいからじゃねえよ、お前、おい、ん、何しに来たんだよ。こっちが聞きたいわよ。こっちが聞きたいじゃないよ、お前、何やってんねん、ここで。お前、コンパニオン、コンパニオン、コンパニオン、うん、はい、それだけじゃないでしょ。何や、それだけじゃないでしょ。おい、他にあんだろ、お前。関係ないでしょ。関係あるよ。ない、あるよ。なんだ、俺もうちょい痛かったんだから。だから、早く、走れる、じゃあ、どこ逃げるの、早く早く早く、そういうことだったのか。うわぁ、いたのね、いたのねって。元気、人生楽しい。持ってくんですか、これ。なんだよ、いいじゃねえか、お前。いやだって、お前手ぶらで行くよりいいだろう。そうですか。だってお前、バカ、お前、リエちゃんが揃えてくれたんだよ。そうですね、ともみさんが揃えてくれたんですね。リエちゃん、ともみちゃん、バカか、お前は。石山さん、うん、何ビビってんだよ。いや、けど、いいか、お前はここで見張りだからな。俺が1時間経って帰ってもらった場合は分かってるな。はい、でも僕も行きたいんです。バカ野郎、お前、二人して捕まっちまったらどうすんだよな。はい、またな。